はい、そう、あ、ここね割れてるんじゃなくてね、昨日段ボールで切ったの。昨日なんか荷物届いてて、で、片付けてたら段ボールで切っちゃったんです。痛いのよ、割れてるんじゃなくて痛いの、痛いの、切れたの、切れたの。そうで、そう、結構少量でいけるっていう感じ。そうなの、もうそれだけでも結構ピトッピトッってなるから、あとすごいね自然なツヤ感が出る。なんかこうしたらわかるかな、ね、ツヤが結構すごいですよ。うん、なので私的にはクリームなんだけどベタつかないっていうのですごいポイントが高いです。そうしましたら、そうしましたら、あ、でき、昨日ねたくさんアップしたと思うんですけど、すっごい良かったやつがいっぱいある、めっちゃある。で、まず日焼け止めからいきます。日焼け止め、どれ使おうかな。あんまりね肌に支障が出ないやつにしようかなと思うんですが、今日はこの前のオンラインサロンでも使ったんですけど、このね RMK もすごい良かったの。そう、化粧水とクリームのブランドはこちらです。ソフィスタンス、ソフィスタンスです。そう、ソフィスタンスはね、スペルが、スペルこんな感じだよ。ソフィスタンス、すごい良かった。はい、でね、私の使ってるのがソフィスタンスアドバンストっていうやつですね。混合肌用保湿美容液って書いてます。で、クリームの方は少々お待ちくださいね。ユナイトっていうクリームを使っております。で、まず最近結構お気に入りでね、オンラインサロンでもずっと使ってるんだけど、江戸桜のトランスルーセントがすごく好きです。そうで、お肌全体に塗らなくてもいいかなとは思うんだけど、ちょっとね薄く伸ばしていく感じにしていこうかな。薄く伸ばしたらこうやって手でトントントンってやる感じにしてみてください。そう、なんかねやっぱりね擦るのが良くないっていうことをすごくモイスティーヌの方でも言われまして、そうなんです、江戸桜さんね、すごいいいですよね。今日はねモイスティーヌは塗ってません。私日焼け止めする前にこれ塗ったよね日焼け止めする前に、まあまあ SPF11 入ってるからまあいっかしまった、すべてをすっ飛ばしてこれを塗ってしまいましたが、まあいっか。そう、江戸桜何番ですか？あ、01番です。私01番、なんかこう多分明るいのかなこれ、なので割とこういうこうお肌の真ん中あたりに塗るといいかなって。そう、わかるわかる、小学生の時から目こすりまくりで今に至るので肝に銘じます。そうなんです、私もね多分このブルーライトの影響なのか目をすごいこすっちゃうんですよね。で、本当にこの辺とかねシワができやすい肌になってると思う。だから本当に擦らない方がいいです。で、やっぱりねこう擦らない方の肌は輝いてますね。はい。で、RMK のルミナスペンブラッシュコンシーラー04番を日焼け止めね、モイスティーヌ使おうかなと思ってました。あんまり影響ないやつ。04番何がいいかっていうと、ちょっとだけピンク色なんです。ちょっとピンク色なの、ちょっと待ってくださいね、待って、あ、ちょっとまだかな、まだかなと思ってやったら出すぎるんですよね。はい、こんな感じ。ピンクに見えないかもしれないけど、ちょっとだけピンク色なんです。で使っていきますと、
くまりをこういう感じで塗って少しぼかしてあげる。でね、本当にめっちゃフィットするの。でもなんか素肌って感じ。本当にね、素肌ですかって感じの肌になるの。やっぱ RMK ってすごいですよね。そういうなんかあれはフィット感すごいので、クマも結構消えるんです。あ、今日画質悪い？本当？待って、どうする？ちょっと待ってね、私ちゃんと入ってるんで。ちょっと一瞬ね、あの Wi-Fi は合ってました。嘘、入り直したら画像直りました。もう一回ね、あのもしかして入り直していただくといいかもしれない。なんでだろうね、私の方は Wi-Fi はねちゃんとしたやつに入ってた。 OK はい、ちょっと申し訳ないですがそのまま続けさせていただきます。でここね、もう一回ね重ね塗りしてみます。そう、もう一回重ね塗りしてみますね。それでも重ね塗りしても素肌って感じになる。よれないんですよね。すごいすごいすごい。っていうのが、みーちゃん泣いてるね。そうっていうのが RMK の本当にすごいところかな。なんかこう綺麗に伸ばさなきゃとか、なんかそういうのがあんまりない。そう、少し全体が白くふわっとしてる感じがするこれもしかしてさ、ここ汚れてたりして、ちょっと一回拭いてもいい？よいしょ。一緒？変わんない？変わんなかったらこれはちょっとあのこっちのせいじゃないなはい、でルミナスのペン、あと RMK ルミナスペンブラッシュコンシーラーの01番でちょっとハイライトっぽくしていきます。で、はっきりしました。嘘でしょ、私の指紋がついてた変わりました。だって昨日さ、あの英語の嘘、すごく綺麗になりました。信じられない、私の指紋だったんじゃない。あの英語のレッスンでなんかあの文を、あの何なんていうの、そういうの文章を読んで、あのそれにそう文章を読むのがあるんですけど、その内容が、iPhone がものすごい数の細菌を生み出してるみたいな、 iPhone っていうか携帯ね。で、なんかで質問の中にどれぐらい iPhone っていうか携帯を拭いたりしてますかとかあったんですけど、私一度もそんなアルコールで綺麗に拭いたりとかしたことなくて、私一度もやったことないって言ったら結構なんかえみたいな感じになったんですけど、それそこからも吹いてないんです。だから汚いっていうすっごいどうでもいい話でした。すっごいどうでもいい。そうでね、ここのねハイライト部分のところに入れます。あ、入れますっていうかちょっとね乗せますね。ちょっと猫のひげみたいに、そう忘れちゃうの。なんかあ、そっか拭かなきゃダメなんだって昨日も思ったんだけど、寝ちゃうよね。そう、一度も拭いたことない。結構みんな拭いてんのねあれね。でもすっごいんだって、あのトイレよりも靴よりも靴の裏よりも汚いんだって。知ってました？
っていうね、あの文を読んで結構びっくりしちゃう。指赤切れじゃなくて、すいません、これさっきも説明したんですけど、段ボールで切ったんです、これ2本。そうでね、私拭いてますって拭いてる人もいるね。え、手洗い、うがい、スマホ消毒。へー、スマホの消毒、そうなんだ。これ吐くとかミフとかめっちゃタッチしまくってるからやばいよね。でもまあね、そう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 、昨日もそういう話になったんだけど、家族で回してるから大丈夫っていう話にもなったんだけど、そう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 、そうでね、スマホにはアルコール良くないらしいです。なるほどね、あのアルコールじゃないワイプで拭きましょうってことですね。で、そうするとね、結構ハイライトを入れたような感じの肌の質感になります。でちょっと待ってね、これね、まだねシールとか貼ってなくて、鼻の周りにはこれっていうのがありまして、鼻の周りの赤いところには必ず私はこれを、イヴ・サンローランと結構近いんですよ、さっきの RMK のやつ、近いの近いの。でね、これ鼻の周りにはエンハンシングスティックグリーンを使います。ここです。 RMK めっちゃ良かったよ。そう、ウーザーローランとすごい近いと思う。でもね、フィット感すごいよ、結構 RMK。 そうで、ここの鼻の周りに塗りますね。で、私ね、いつもね全然気にしてないんだけど、もうちっちゃい頃からずっとここに赤いのがあるんです。これもちょっと塗ってみる？なんかせっかくなので、いつも気にしてないんだけど、もし塗るとしたらこういう感じになりますっていう感じですね。こんな感じ、消えますよね。そうなの、そうなの。コバのね、意外と寄れないんですよね。寄れない寄れない寄れないんです。で眉毛に行きます。ちょっとじゃあ次回ティントをやってみようかな。なので今日は普通に私さ、ティントさ、手につけてみよう一回。あれ、どこ行った、あれ、なんかどういう質感になるのかをちょっと自分の手で試してみたい。あ、ここですね。なるほどね。ちょっと一回ここで試してみます。ここで、そうで、まず今日は眉毛はということで、あの普通にいきますね。で、今日の眉毛はあのスックのフレーミングアイブローリキッドペン01番をはい使います。小野坂さんって一般人でも気にせずに予約し大丈夫ですかって。もちろん大丈夫です。私もね、私が日本から離れるときにかなりの人数の方を小野坂さんにお願いしたりしました。そう、なので、全然大丈夫ですよ。で、こんな感じです。私の中ではこれも結構取りにくいと思ったんだけど、どうでしょう皆さん。もしそのね、まあでもティントがでもやっぱ一番沈着っていうか、沈着っていう言い方が合ってるか分かんないけど、定着するのかな、そうと私は思います。でこうやって
で眉毛を描いていきます。スススッと描いていきます。ここがね薄いね私ね。なのでこれはね本当に私もすごい描きやすいと思ったんです。そう4回目の質問、RMK のコンシーラーはクマの悩みの人だと4番おすすめですか？そうですね、青系のクマの方には4番がおすすめです。はいはいはい、リキッドアイブロウ、そうです。で、今日はねナチュラグラッセを使ってみようかな。ナチュラグラッセアイブロウパウダーオリーブグレー、そう、これもねオリーブっぽい感じの色味、スックもオリーブっぽい色味なので、これもこの薄い方の色を使っていきます。これこっちね使います。そうやっぱり髪の毛の色をねちょっとこういう感じの色にしてからグレー系が一番しっくりくるかなということでグレー系を使っております。で、あとパウダーを上からすることによって結構ねふわっとする、そうふわっとします。なのでベースに何かやっぱそういうリキッドっぽいものがあった方が落ちにくい、パウダーだけで仕上げるとどうしても落ちやすくなってしまうっていうのがあります。で、まつげを上げていきます。ちょっとサカサカいきますね。で、まつげをまず上げまして、こちらも上げまして、で、で、で、ティントするとナチュラルに見えない、そうなんだ。まあ人によってもそうかもしれないですよね。え、これでペリペリ剥がしていくの？まだ乾いてないの？まだ乾いてなさそうだね。はい。で、まつげ上げたら、今日をやっていきたいメイクは、どこだどこだ？わかんなくなっちゃってるぞ。待ってね。あ、これと、これですね。みーちゃんやっぱ起きてるね。まず、結構皆さん あんまり使ったことない色かなってそう思ってるんですけど、すごい可愛い色で結構大人っぽい色なんだけど、結構透明っぽい感じです。透明っぽい感じの、アイシャドウスパークル 005SP っていう色です。はい、みーちゃん泣いてるね。今ね旦那さんがピックアップに行きました。でこれねどんな色かっていうと、ここにちょっと待ってくださいね。あ、すごいね、結構ねこう偏光パールみたいな感じに紫っぽく光るんです。そう、夏にも良かったですねこれね。でも冬にも使えるかなと思いまして、これを目の下に塗っていきます。目の下、目の下に塗っていきます。どうかな、見えるかな、見えるかな、こんな感じです。そう、かわいいんですこれ、超かわいかった。みーちゃんやっぱ私がねここでインスタライブやってる時はね起きちゃうみたい、早いんですよ起きるのがめっちゃ引き笑いみたいなしてるんだけど。で、結構いっぱい塗ってもそんなくすんだりとかはしない色なので、ちょっとポイントとして塗ってあげると可愛いです。見えるかな、こんな感じ、こんな感じです。はいはい、チャグマール前初のアイシャドウくすみますか？くすみそうな気がしたら先にコンシーラーとかでしっかり隠してあげてください。
で、私ね普段そんなに使わないんだけど、あのティンティットスマッチブルーフアイシャドウベースナーズのものもいいですよ。なのでそうで、このあのアディクションのアイシャドウは結構ほんのりっていう感じで入れてます。なのですごく目立つって感じでもないです。でほんのちょっとこれでやってみますね。そうするとアイシャドウのノリも良くなるし、こう色ムラが統一されるというので割と便利なんじゃないかなって思って、そうアイシャドウくすみ、アイシャドウつけるとくすんじゃうっていう人とかは先にこれを塗ってあげると、ベースを塗ってあげるといいです。はい。でちょっと待って、あ、これも良さそうだったんですよね。クリーム系アイシャドウ、クリームなんだけど塗ると結構パウダーっぽくなる、これもすごい良さそうだった。アディクションザアイシャドウクリーム 011C、 はいです。でこの 011C でまずアイホールに塗ります。まあ、アイホールなんだけどちょっとね真ん中寄りに塗ってあげるといいかも。ツヤっとさせる。ツヤとさせる。真ん中中心に塗っていきます。真ん中中心に塗っていきます。そうするとそう、こういうツヤ感のあるまぶたになります。で、アディクションのこれですね、全部今日アディクションのアイシャドウなんだけど、アイシャドウスパークル006SP で今度はねここにつけます。ここ全体じゃなくて、ちょっと待って、これ合ってるよね。そう全体じゃなくてここ、なんかねラメ感のあるものってすごく全体になるよりもポイントで使っていた方が可愛いかなと思いまして、そうちょっとツタンカーメン風メイク、こんな感じね、このね色ねすごいね、ハイライトの場所、なんかそうですね、そうなんだけどイメージ的にはここに入れてる感じ。ここハイライトってだいたいここだけなんだけど、もうちょっとねまぶたに若干かぶる感じ、そうに入れてます。可愛いですよね。可愛いんです。そっか、画質が荒いんですね。なんでですかね。私もあの普通にあれには入ってるんだけど、もしかして普通に IGTV で見たら見れるかもしれないですね。うん。はい。でこんな感じです。こんな感じ。キラキラってする感じ。はい。で、そう、大丈夫な人もいるんだけど、なんでですかね。申し訳ないですね。で、そしたら次に行きますのが、ハイライトも良かったんです。ハイライトも良かった。これ
使います。ちょっとゴールドっぽい、秋にちょうどいいんじゃないかと思われる色味です。これもアディクションです。そう、アディクションの、002P002P を使います。で、ここに、ね、まず塗りますね。そう、すごいね、このね、細かいツヤ感が出るのですごくいいです。で、ここね、ここに塗っていきます。で、002P、 他の色もすっごい良かった。他の色も良かった。で、あ、待って、その前に、あのね、アイライナーもすごい可愛い色があって、そう、色がありまして、私ね、今日はこれを使っていこうかな。ちょっと秋っぽい感じの色にしたいなと思ったので、ボルドーっぽい色を使います。これがアディクションザカラーリキッドアイライナー004番です。004番で、こんな感じの色で、目尻中心にね、今日はね、スッと入れていきます。スッと入れていきます。スッと、こういう感じです。こんな感じですね。はい、で、こっち側ですね。なんかこの爪の色とすごい似てるかもしれない、秋っぽい色、このアイライナーが可愛いよね。可愛いんです、可愛いんです、可愛いんです。で、そう、全部ほぼアディクションでやってるんですけど、キュッキュッて入るぐらいにやると可愛いかなって思います。で、そうなの、そうなんです。で、ラメも使ってるのここだけだから、なんかで、あとはちょっとマットにしてる、マットだよね、ツヤ感って感じにしてるので、あんまりこう全体的にラメ入れると汚くなるんだよなっていう方とかに、こうポイントで入れるのはすごいおすすめで、白のが合名昆布マスカラ 0I02 かを使います。それがこんな色、こんな色、これもね、一気に秋な色になります。すごいね、なんレンガ色みたいな感じって感じかな。そう、すごい良かったよ。そうで、まつげの束をちょっとこうあれする、あの、出してあげるっていうのが好きです。で、細かいね、あの、あれになってるから、それもすごいいいと思う。このね、目尻のなんだっけこれ、アイライナーとすごい、そうアイライナーと似てる色です。で、こっち側もいきますね。で、目の下にも塗ります。そうするとこういう色になります。これ結構色はっきり分かりますね。そう、
そう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 。あ、でも確かにオレンジかな。なんか横から透けると結構オレンジに見えるかもしれない。こんな感じで見えますよね。かわいいかわいい。そうで、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 チーク、チーク、またね、すごいこれも良かったんだけど、この前あのオンラインサロンの方で紹介したのと違う色味でいきますね。それも良かったんですけど、これも可愛い、アディクションのチークスティック03番です。こんな色、なんかね、今まで使ってた色とどれと似てるって言ったら、ナーズのラスターと似てる。そうそう、ナーズのラスターと似てるスティックバージョンで使いやすい。で、ここに塗ります。そうで、結構ねシックな色味を使ってるので、今日はなのでチークは柔らかくちょっと明るい感じにします。はい、柔らか明るい感じにします。で、最近ね、なんか塗り方でハマってるのが、ちょっとだけこの内側に、そう、白身のあるオレンジ、まさにまさにでございます。本当になんと可愛いんです、こちらも。そうでもね、オンラインサロンで紹介したやつも超可愛かった。ちょっとあの塗らないんですけど、色味だけ見せますと、こういう色、大人な感じの色味。そうだから、なんかもうほんとこの2本あれば気分によって合わせられるかなっていう感じで、でしかもね、大人っぽくなる、こういうちょっと明るい色でも結構大人っぽくなるから、私はそれがすごい好きで、ツヤ感と、そうツヤ感と程よい大人っぽさと柔らかさとみたいな感じで、なんでちょっと内側にやるかっていうと、あのね、少しきつい印象に見せないためのポイントだから、例えばあの目尻をキュッて引っ張ったりした時にここに入れると結構大人っぽい感じの印象になるので、少し内側に寄せて入れると割となんか柔らかい可愛い感じの印象になるので、チークの位置って結構ね印象が変わるんですよね。あんまりここに入れると子供っぽくなりすぎちゃうから、少しだけ中心に寄せてあげると、あの外に開かなくてちょっと内側にキュッとまとまった印象にもなります。そうなので、あの、あ、今日結構アイラインしっかりピッて引いたなって思った時はここでバランス取ったりとか、そうするといいかなっていう感じです。はい、でということで最後いきます。これも可愛かった。皆さんでももしかして持ってるかも。私これずっと欲しいなってずっと思ってたんですけど、やっと手に入りまして、ちょっと待って、リップ先に塗ろうかな。ですね、昨日整理をちょっと整理したので、ここら辺が分かんなくなってる。で、そう、顔でかくてチークどうしたらいいか分かりません。あの、どうしたいかにもよるんですけど、例えばなんかもう全体的にシェーディングとかをしてこうすっきり見せたいとか、ハイライトでも結構すっきり見えるんです。そうでね、チークを結構横にガンって持ってくるよりも、あのキュッと見せたい人は少し内側にしてあげるのは確かにいい方法だなって思います。でハイライトをここの真ん中にこういう縦長に入れる。そうここに横広がりの人は縦長に入れる。そうで結構あのどちらかというと顔がこうよ狭いっていうか、そういう感じに見せる人はチークをちょっとふんわり横に入れてあげるとかでバランス取ってあげるといいかもしれない。あとはそのシェーディングというかコントアリングっていうんですけど、それで影を作ってあげたりとかね。例えば
あ、そう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 、これはチョコレートパールかな。チョコレートパールだともしかしてあのちょっと濃くつきすぎてって感じの方はあのもう一個上の明るさでもいいかもしれないですね。このビズのやつの中で、これじゃない、ちょっと待って探すのが忙しい。ちょっとお待ちくださいね。え、なんで私持ってなかったっけ。チョコレートパールじゃなくてこれ、これか、ブラウンクリスタルかな。そう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 、あ、そう、でも結構ねこれぐらいの色だから、例えば気になるところここが出てるっていう人はここに塗ってもいいし、なんかいやいや、そうなのそうなの、ちょっとね私ねここにねなんかあの書いとこって思うんだけど、いつもなんか時間がなくて忘れちゃう。こうしたらピンクはわかるんだけど他の色がちょっとわかりにくくて、ちょっと行ってみます。こっち側行こうか、このそうでなとことか行ってみるね。そうするとそうすると結構ね顔もスッとスッキリしますよ。ピースタ探すの大変になってきちゃうよね僕。ほんとそうで意外とね馴染むんです。あ、でね、そうチークをここにするとこう上向いた時とかにここにほんのり赤さが出るかな。だからそれが好きだったらねいいと思います。そうこんな感じ、ちょっとすっきり見えません？そうちょっとすっきり見えるよね。うん、見える。私ね今日ファンデーションの塗り方とかも全部あんまり外側には塗ってないんです。っていうのも外側まで塗っちゃうと結構膨張して見えるから、例えばこの江戸桜トランスルーセント、あとは、RMK の01番のペンシルもあのここの真ん中だけに塗ってるって感じだから、そういう風にするとナチュラルなメイクなんだけど、あの塗る場所をもう全体にファンデーションやーってやるんじゃなくて、この中心だけに、どうですかね、あ、ちょっとめっちゃ落ちてるし、ね、そうどうなんですかね、そうちょっと違いが分かるように今日片方だけにしとこうあとリップに行きたいっていうのもありまして、という感じなんです。なるほどそうなんですよ。だからね私もね、例えば日焼け止め全体に塗る、例えばこの私のブルーのね、これは真ん中中心にだけ塗るとかでもいいです。そうとかでもいい。だからもうできるだけナチュラルメイクに見せたい人は分厚く重ねていくんじゃなくて、必要なところに必要なものだけを乗せるだけでいい。だからこの RMK がすごい優秀なんです。全体的にファンデーションそんなにしてなくても目の下だけにつけても何素肌ですかっていう感じになる。そうあ、それは素肌なんですねっていう感じ何回も言うけど、そうなんです。でアディクションのこれね、もう毎回思うんですけど、めっちゃちっちゃくて見えないの私。あ、見える。そう。アディクション、ザ・マットリップリキッド008番を今日は使います。これちょっとね、明るめの色です。ちょっとだけ明るめの色。いきますね。ほらって。明るめのオレンジ、ちょっと待ってくださいね。これはね本当にね、そう
なんです。ちょっと口がこうなっちゃうね。見えた見えた。こんな感じの。で、リップね、この 無重力リップっていうのはこれ、知らなかった。無重力リップっていうんですね。確かに無重力。本当にね、ヒースのもね、すっごいパウダリーで可愛いんだけど、これもね、すごい良かった。あとね、これめっちゃマスクにつかないですよ。そう。で、ちょっとだけね、オーバーリップしてあげると可愛いかも。マスクにつかないの。待って、私の使い古したマスクにつけてみる？どう？でも。これティッシュにしようか。これわかんないから。でもね、下にベースにね、ちょっとね、リップをつけちゃったんです、私。つかない。つかないです。つかない。で、こういうね、明るい色もすごい私は好きで、で、この前からやってるのは、秋っぽく見せるコツとして、2回言いましたが、として、ビズのエンハンシングスティックのチョコレートパールを上からちょっとだけつけると少し秋っぽくなっていいです。そうなの。なんかね、私もね、こういう、なんて言うんだろうな、明るい色もすごい好きだし、でも、あ、なんか今日ちょっと落ち着かせたい気分って思った時に、チョコレートパールをちょっとだけ上から重ねると可愛くなります、色味的にも。そうで、ちょっとこれで試してみる。これで、あ、これでも、あ、でもちょっとだけつくけどこんなもんです。こんなもんだから、マットリップだけだったらもちろん全然つかないだけど、なんだ、ビズを上から重ねると少しつくけど気にならない程度。そうなので、少し深みを出したい時にそれを使ってあげるとよくて、あ、私これ使おうとしてたんだっけ、これ使おうとしてた気がする、今日間違えたか。そう、でも私が持ってるリップはこれ、この3色で、これもめっちゃ可愛かった。これも可愛いし、さっきつけたやつ、これもね、可愛かった。赤いワインっぽい感じで。そう、ビズはコスメキッチンでご購入いただけます。うん、っていう感じのメイクになりまして、このティント取ってみようか。剥がれるの？あ、そういうこと。へー、残り時間何分かな、わかんない。ほうほうほうこれめっちゃいいかもしんないよ。見た？今の見た？それでね、ちょっと待って、これでちょっと撮ってみようかな。そう、いいじゃん、なんか落ちたんじゃないの、大丈夫？あ、ほら、絶対落ちてる、絶対落ちてる。ほら、こんな感じ、残ってる。めっちゃない。ほら、こんな感じ。ね。フジコはね、こちらね、大丈夫大丈夫、そんな大したことないなさそうな音だったから大丈夫で、フジコのね、これはね、何番だ？わかんない、これベージュのやつ、あ、03ライトブラウンって書いてる。そう、大丈夫大丈夫、旦那さんが今連れてったから。そう、こんな感じです。
この色という感じ。これ良さそう、やってもよかったかもって思う。そう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 。でそしたら髪の毛ちょっとだけいきました。でね、ちょっとなんか今日紹介するもの盛りだくさんになっちゃったんですけど、この白のこれすごい良かったですよ。これ良かった。まずこのね、私ね昨日ちょうど友達から連絡があって、なんか頭皮にいいスキャルプ系のケアのやつないって聞かれて、ただアメリカに住んでる子だったから、それはね日本のものはね私結構好きなものがいっぱいあって、アスレティアもすごい好き。アスレティア、これねスキャルプオイル、私今まであんまりシャンプー以外そこまでケアしてなかったんです。なんだけどやっぱりこっちに来てからすっごいドライになったりするからこういうのをするようになりました。でまずこれをつけて、結構つけるんだな、またそんなつけなかったので20から25プッシュ程度、20から25プッシュ程度を直接塗布して、頭皮に揉み込むようにマッサージして、でその後シャンプーするって感じなんですけど、すごいねミントの感じっていうかスッとする感じで、すっきりしました。そう、私もねあんまりなんか私ね毎日は洗ってないんです髪の毛っていうのも乾燥しすぎちゃうから。で昨日ねちょうどそのこっちでデトックスマーケットっていうところで探そうと思って、その友達が欲しいって言ってたやつを探そうと思って、でなんかカスタマーと直接そのお店の人がメールでやり取りできるシステムがあって、チャットっていうかね、でそのシステムでこういうのを探してるんだけどって言ったら、あじゃあこれがいいんじゃないって勧められたものがあったんです。あって、でその中でもやっぱりどういう頭皮の状態って言ったから、ドライでって言ったら、なんかあんまり洗いすぎない方がいいって言ってた。だからまあ確かにね、まあ日本とアメリカって全然違うと思うんですよ気候が。ただこっちはすっごい乾燥してるから、まずシャンプー毎日するんじゃなくて洗い流すだけでトリートメントだけとかでもいい。でその代わりに私はこういうねクレンジングオイルとかもいいんじゃないかなって思いました。そう、そう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 、そうイギリスの友達1週間洗わないって言ってました。あのねそういうことめっちゃ多いですよ。フランスの子も全然洗わないね。そう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 。でね、ニーム頭皮セラム、頭皮用美容液、これをつけて乾かしました。そしたらなんかもしかしてベタついたら嫌だなと思ってたんだけど、すごいねすっきりツヤっとなっていい感じでした。で今日はそう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 、今日はねこのバームを使います。これねワックスとしても使えるって書いてあったから、スタイリング料ボディークリーム両方使えるんだ。ヘアバームね、 OK。 じゃあちょっと髪の毛、あそう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 、乾燥も過ぎちゃってね、洗わなくてもいいと思うよ私は。結構ね日本人の方は毎日洗わないと嫌だって言われる方も結構多いと思うんですけど、無理してはないかもしれないけど、そう匂いとかがね気になるんだったらやっぱ洗った方がいいかなとは思うんですけど、例えばお湯だけでバーって流してトリートメントだけ毛先につけて流して終わるとか、そういう日があってもいいかもしれない。すごく乾燥する人は、はい、そうすごく乾燥する人は、そうあと2分くらいだって、もうなんか結構ギリギリになっちゃったんですけど、そうで今日はねまだこれ発売されてないんですけど、ちょっとこれすっごいお気に入りすぎて先につけちゃうけどごめんなさい。もうすぐ発売になります。こちらのクリップヘアアレンジとかにも最適な、そう
最適な、あ、ちょっと待って、なんだなんだ、私今日ちょっとうまくいかない、待ってね、かわいいよねこれね、ちょっと待って、そうで、ここから出して、これおいくらぐらいですかね、おいくらぐらいですかね、ちょっとそれもまだ決まってないんじゃない、かわいいよね、かわいいよね、かわいいよね、ちょっと待ってね、焦ってきた、ゆっくりやりすぎて、そう、これかわいいですよね、そうなんです、なんかあんまりね、こうモチーフでドーンって感じにするのはちょっとなって思われる方とかにもすごいいいかなと思うし、これもね、まだだと思うんだけど、これもつけちゃう、ね、このクリップもね、めっちゃ可愛いんです、両方つけちゃう、そう、これはね、浅く取るタイプのものです、クリップ自体がすごいちっちゃいから、ショートもいいですよ、あ、ちょっと待って、なんか今日私下手だな、よいしょ、この櫛、この櫛はね、この櫛はですね、大阪のブランドなの、可愛くない？両方ね、可愛いんです、可愛いんです、こういうのもね、またいずれ出ますので、あと一点物、めっちゃ可愛いの知ってます、これ知ってますっていうか、これ内側にね、沈んだ感じになってるんです、そう、沈んだ感じに石が入ってるの、この入れ方って結構石って結構こう普通爪がついたりしてないと難しかったりするんですけど、そう、難しかったりするんですけど、それをあえてこうなんか沈んだ形にしてるのが、こう技術的にも結構ね、少し難しい感じになっておりまして、それはそれ知らんけどって感じかもしれないですけど、でもね、これ本当にね、本当にね、この形ってちょっと珍しいと思います、めっちゃ可愛いよ、そうそう、フロタシオンですね、そうなので、ね、色味もシャンパンっていう色と、アクアマリンが入ってる、これ今ね、これは売られてるやつかな、そうで、可愛いんです、可愛いの、あとね、これ結構私の中でたまらない色味なんですよね、で、なんかこう普通ジェムって透明感があるものが多いと思うんですけど、透明感がないもの、もう本当にマットな感じの色味で、こう上品な感じにもなるし、ちょっとこう目を引く色味でもあるので、そう、ただね、このピアス自体ももう多分これしかないと思う、で、ちょっと違う形が少し出るかなって思うんだけど、このピアス自体はこれしかない。で、ラミナージョーカーです。そうです、そうです。そうです。そのような感じになっております。あとなんか、あ、広島でね、ポップアップやってるので、たくさんね、こういうね、かわいいジェムさんたちをね、お持ちしていると思います。ので、はい。これね、白は天然石なんです、白っていうかね、乳白色、ちょっとミント、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとミント、緑が少し入ってるんです、真っ白じゃないんですよ、真っ白じゃなくて薄いグリーンが入ってる、なんて言ったらいいかな、そう、でもミントのめちゃめちゃ牛乳で薄めたって感じのやつ、今じゃなかったね、なんでだろうね、あれ何時から始まったっけ私ね、広島ポップアップ残り2日ですってみちかちゃんが言ってくれてる、緑頭のみちかちゃんが言ってくれてる、今日の洋服これ盛りだくさんすぎるよね、ごめんなさい、ごめんなさいなんですけど、これね、あ、これはこのワンピースは私のね、フォロワーの方ゆいちゃんっていう子がデザインしたザ・ハーツ・ハーツっていうブランドでやってるワンピースです。で、このトップスはもう多分今季
どうかなどうかな、まあ再販ももしかしてあるかもしれないんだけど、でも基本的にはもしもう今のこの在庫がなくなり次第終了っていう感じにはなってます。そうなってます。なのでそうなので、でね、このね、私はね結構白もすごい好きなんだけど、この後ろの文字がね、黒の時に何を合わせるかっていうと、ちょっとこういう大人っぽい色味が入ってるものだったりとか、ものだったりとかを合わせるようにしてます。だから夏にこれずっと着てたんだけど、秋ぐらいになったらインナーにもいいかなっていう感じです。はい、ということで、1時間でなんで終わらないの？私何時から始めたっけ？そっかそっか、あ、もう一度クリップ見せてください。こちらはね、まだ発売になっておりません、おりませんので、はい、これがまた発売になったら紹介したいと思います。でもすごい好き、なんかはなんかね、このクリップをチチチチっていっぱいつけるのも可愛いなって、そう思います。アイさんは透けてるトップスでも下着気にしませんか？あ、でもなんかやっぱりガラガラのとこは着たりしないかもしれない。なんかこう結構私も本当にどれだけ心地いいかっていうのを常に心がけてるので、あんまりなんかきつく固くなんかギュッてするやつは全くつけたことないんですけど、そういや、そうなんだ、やっぱ終わらないんだね。でね、あ、じゃあ一回立ってみる？一回これでパンツ見えたことあるからさ立ってパンツ見えたことある。でもこれは見えないね、いい感じになってますね。という感じで今日は終わろうかなと思います。はい、そうなんだそうなんだ、はいガラガラとかほらなんかこうバラのなんか刺繍の輪みたいなやつはつけないかもしれないもうそう、とにかくなんかさらっとしてるものをつけるかもしれない。あ、ユニクロのシームレス私も履いてるよ、パンツでしょ。でもね、ブラは使ったことない。シームレスとかある？わかんない、使ったことないな。そう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 、ガラガラとかは雑誌的ですもんねバラの刺繍のさ、ほらなんかよくなんだろうね、ここがこうワイヤーが入っててこうカッて上がるやつとかはやってない、やってない、やってない、つけてない。そうそう、もうね、洋服に支障が出るもの、着心地が良くないもの、基本的に全部着ないです。あとなんかティーバッグとかも無理。なんかこう何、やっぱユニクロのシームレスって本当に優秀だと思ってて、本当にね、こうまあちょっと多少ね線は出るかもしれないけど、透けたりとかはしない。あ、そう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 、マコールみたいなやつは、そうですね、そうなんです、そうなんです。なんかね、やっぱりね、子供をね、妊娠してからかな、もう本当に着心地のいいものじゃないと。体が受け付けなくなった。で、ちょっとでも締め付けのあるものがもう本当に嫌いになって、で、こう普通に何パンツでもゴムが少しきついとなんか息切れしちゃうんですよね。だからそう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 っていう感じです。本当だ、1時間以上できるようになったんですね。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、では皆様今日もありがとうございました。またね、たくさんたくさんあるんです。例えば3だったり、例えば白だったりとか、もう本当にね、たくさんたくさん紹介したいものがあるので、またこっちのアカウントでも基本的には交互にやってる感じなので、そう、何かない限りはそう交互でこのインスタライブをやっていきたいと思います。では今日も皆様ありがとうございました。